段階分けのできない形容詞もあります。例えば、この猫が死んでいますというのは、ちょっと死んでますという話ではないですね。死んでるかどうかという話で、もう一つの例は、結婚してます。この人はとても結婚してますみたいな話はできないね。結婚しているかどうかという話で。それからは無料です。無料だったら無料ですよ。ちょっと無料ですけど、ちょっとお金はかかるなら無料じゃないじゃん。なので、無料 free という単語に対しても、a little とか so とかは使わないんです。ですけれども、そういう段階分けのできない単語に強調して話すこともあるね。例えば、これは無料です。これは完全に無料です。で、どっちにしても値段は同じですよ。ゼロ。ただ、無料だよということに強調したくなることもある。で、完璧に無料とか完全に無料って言いたくなる場合もある。英語はこれと同じで、そういう完璧にって段階分けできない形容詞に強調する単語として、completely、absolutely、totally というものはよく使われてます。なので、これ完全に無料だよなら、It's completely free とか、It's totally free ということもあります。で、もう一つ段階分けできない単語は極端の形容詞です。極端の形容詞は素晴らしいとかみたいな単語で、もう素晴らしいはとても良いという意味で、とてもという程度の単語はもう素晴らしいの意味に入ってる。なので、これはちょっと素晴らしいですは結構おかしいんですよね。で、極端の形容詞については僕次のビデオに話すつもりです。で、今日はここまでです。はい、バイバイ。